レバノンの歴史レバノン共和国、通称レバノンは中東のレバントに位置する共和制国家。首都はベールート。北と東ではシリアと南ではイスラエルと国境を接し、西には地中海を挟んでキプロスがある。レバノンは地中海盆地とアラビア内陸部の交差点に位置することから豊かな歴史を持ち、宗教的、民族的な多様性を持つ。 文化的アイデンティティを形成してきた。レバノンの面積はわずか1452平方キロメートルで、アジア大陸で最も小さな主権国家として認められている。レバノンの文明の最も初期の証拠は、記録された歴史によれば7000年以上前に遡る。レバノンは、フェニキア人にとって、ほぼ3000年の間栄えた、海洋文化の拠点だった。 紀元前64年には同地域はローマ帝国の支配下に入り、最終的にはキリスト教のその主要な中心地の一つとなった。レバノン山脈ではマロン派として知られている修道院の伝統が生まれた。アラブのイスラム教徒がこの地域を征服しても、マロン人は自分たちの宗教とアイデンティティを維持した。しかし、新しい宗教グループであるドゥルーズ派がレバノン山にも定着し、 何世紀にもわたって宗教的な分裂が続いている。十字軍の間にマロン人はローマカトリック教会との接触を再確立し、ローマとの交わりを主張した。これらの結びつきは、この地域の近代化にも影響を与えている。レバノンは16世紀にオスマン帝国に征服され、その後400年間支配下に置かれた。第一次世界大戦後のオスマン帝国の崩壊後、 現在のレバノンを構成する5つの州はフランスの委任統治下に置かれた。フランスはマロン人とドゥルーズ人が多かったレバノン、ヤマソウ特区の国境を拡大し、より多くのイスラム教徒を含むようにした。1943年に独立したレバノンでは主要な宗派に特定の政治的権限が割り当てられた独自の宗派主義的な政府形態が確立された。 ベチャラエルクーリー大統領、リアドエルソル首相、国防大臣のマジド・アルスラン2世は、現代レバノンの創始者であり、独立に貢献した国民的英雄である。レバノンは、当初、政治的にも、経済的にも安定していたが、様々な政治的、宗派的派閥による血まぐさいレバノン内戦によって、崩壊した。この戦争は、部分的に、 シリアとイスラエルによる軍事占領につながった。レバノンは小さな国であるが、その大規模で影響力のあるディアスポラによって、アラブ世界のみならず、世界的にもレバノンの文化は知られている。内戦前のレバノンは、観光、農業、商業、銀行業を含む多様な経済を享受していた。また、ベイルートは、中東のパリと呼ばれるほど多くの観光客を魅了した。 終戦後は、経済復興と国家インフラの再構築に力を注いできた。紛争の政治的、経済的影響からの回復途上にありながらも、人間開発指数と一人当たりの GDP は、ペルシャ湾の石油国を除くアラブ世界で最も高く、国際色豊かな比較的先進的な国であることに、変わりはない。レバノンは1945年に、国連の創設メンバーとなり、 アラブ連盟、非同盟運動、イスラム協力機構、フランコフォニー国際機関に加盟している。正式名称は、アルジュムフーリーヤ、イコールルブナーニー英語表記は、レバニーズ・リパブリック。通称、レバノン。フランス語では、レプーブリークリー・ベネス。日本語の表記は、レバノン共和国。通称、レバノン。漢字表記は、はじむともえふたば。 レバノンの語源であるレバンは、フェニキア語で、白いを意味し、山頂が関節した、レバノン山に由来する。オスマン帝国時代に、この地方を呼ぶ時に使ったことが、国名の由来である。ティールスの外旋門。現在のレバノンに相当する地域は、古代は、フェニキア人の故地であった。この地から、フェニキア人は、地中海を渡り、現地にジアのカルタゴ・バルセロナ・マルセイユリスボーンなど、 各地に植民地を形成した。その後フェニキアの勢力は弱体化し、紀元前10世紀アッシリア帝国に飲み込まれた。その後民族としてのフェニキア人は消滅したと言われている。バビロニアが変わって、フェニキアを支配し、紀元前525年には、アレクサンドロス大王のマケドニア王国や、その後継のセレウコス朝シリアの一部となり、古代末期には、 ローマ帝国に征服され、7世紀には東ローマ帝国を破ったアラブ人に征服されてイスラム世界に組み込まれた。アラブ人の征服により住民のアラブ化が進んだ。レバノンは歴史的にはシリア地方の一部であったが、山岳地帯は西アジア地域の宗教的少数者の避難場所となり、キリスト教マロン派、イスラム教のドゥルーズ派のシントラが、 レバノン産地に移住して、オスマン帝国からも自治を認められて、独自の共同体を維持してきた。19世紀頃からマロン派に影響力を持つローマカトリック教会を通じて、ヨーロッパ諸国の影響力が浸透し、レバノンは地域的なまとまりを形成し始める一方、宗派の枠を超えたアラブ民族主義の中心地ともなった。ただし、レバノンのキリスト教徒はアラブ人ではなかった。 現代レバノン氏は1918年のフランスの占領と共に始まった。第一次世界大戦後の1919 19年、パリ講和会議で、アメリカ・イギリスの関係者とマロン派大司教のグループや、在外レバノン人団体、シリア中央委員会との間で主張が異なったが、サイクス・ピコ協定に基づき、フランスの委任統治下に入れることが話し合われた。1920年3月8日、 シリアアラブ王国がハーシム家のファイサル一世を国王,王として独立。しかし、フランスシリア戦争でフランス軍と衝突すると1920年7月24日に4ヶ月余りでが返した。キリスト教徒が多く、フランスにとって統治しやすかったレバノン産地はシリアから切り離されて大レバノンとすることになった。この結果、レバノンはこの地域に 歴史的に根付いたマロン派、正教会、ローマカトリック、プロテスタントを合計したキリスト教徒の割合が40%を超え、シーア派、スンナ派などの多州派に優越するようになった。こうした経緯から、現在でもフランスとの緊密な関係を維持している。9月1日、フランス占領下の独立国家大レバノン国が正式に布告された。 1922年までは知事を補佐する諮問委員会が設けられ、17名の委員はレバノンの各州派から高等弁務官が任命した。1923年9月29日に連合国の最高評議会はシリアとレバノンの委任統治をフランスに要請することを決めた。1925年7月に行われた選挙で代表評議会が構成され、代表評議会は 第一期議会となった。1926年3月に大レバノン国家を共和国に変える憲法草案が提出され、同年レバノン共和国が誕生した。初代大統領としてレバノン民族主義者のシャルル・ダッパスが同年選ばれた。途中再選され、1932年まで務めた。委任統治は、第二次世界大戦中の年月日に、 本土がドイツ軍の占領下にあり亡命政府となった自由フランスの統治下にあったシリア、レバノンの独立宣言と共に終了した。1941年9月27日にシリアが同年11月26日にレバノンが独立を宣言した。連合国として自由フランスを支援していたイギリスは宣言後すぐに独立を承認し、 ドイツ軍の進攻に備えて1942年、初頭に軍人を両国の講師として派遣資料国を支援した。その後、1943年11月22日に正式に独立した。大戦後のレバノンは自由経済を採用し、金融や観光などの分野で国際市場に進出して経済を急成長させ、首都ベイルートは、 中東経済の中心地となり、また地中海有数の国際的リゾート地として、数多くのホテルが立ち並ぶなど大いに賑わい、中東のパリと呼ばれるようになった。1970年代までの中東戦争により、レバノン南部を中心に、PLO をはじめとしたアラブゲリラの基地が多数建設された。1972年9月16日、イスラエル軍は、 ミュンヘンオリンピック事件の報復の一環として、レバノン南部に地上侵攻。レバノン軍は反撃を行ったが、イスラエル軍の攻撃対象は、アラブゲリラ基地であり、攻撃を短期間で終了させると、直ちにイスラエル領内へ引き上げている。内戦によって破壊された首都ベールとしかし、中東戦争に伴う PLO の流入によって、国内の微妙な周波間のバランスが崩れ、 1975年にムスリムとマロン派の間で発生した衝突が引き金となって内戦が勃発した。隣国シリアが平和維持軍として進駐したが、1978年にはイスラエル軍が侵攻して混乱に拍車をかけ、元より寄り合い状態である中央政府の力が弱かったこともあり、各宗教宗派の武装勢力が軍友拡挙する状態となった。これに、 周辺各国やアメリカ合衆国や欧州、ソビエト連邦など、大国の思惑も入り乱れ、断続的に紛争が続いたため、国土は著しく荒廃し、経済的にも大きな打撃を受け、中東のパリの映画は失われた。また、シリアやイランのイスラム革命防衛隊の支援を受けた、ヒズボラなどのイスラム過激派が勢力を伸ばした。1982年、 レバノンの武装勢力から攻撃を受けたとして、イスラエル軍は南部から越境して、最新港、西米ルートを占領した。イスラエルは PLO 追放後に撤収したが、南部国境地帯には親イスラエルの勢力を廃止、反占領下に置いた。この混乱を収めるために、米、英、フッツを中心とする多国籍軍が進駐したが、イスラム武装組織の激しい自爆攻撃によって、 多数の兵士を失い、一部でシリア軍とアメリカ軍の戦闘にまで発展した。結局、他国籍軍は数年で撤収し、レバノン介入の困難さを世界へ示すことになった。1990年にシリア軍が再進行、紛争を自発し、シリアの実質的支配下に置かれた。シリアの中流はレバノンに異常の安定をもたらしたものの、 ヒズボラに対する援助やテロの容認などで国際的な批判を受けた。シリアが2005年に撤退するまでの約15年間はパクスシリアーナとも呼ばれ、撤退以降も政府交換を含めシリアの影響は強いとされる。1996年にイスラエル国内で連続爆弾テロが発生し、ヒズボラの犯行と断定したイスラエル軍はレバノン南部を空襲した。 この時、レバノンで難民救援活動を行っていた国連レバノン暫定中流軍のフィジー軍部隊のキャンプが集中砲撃される事件が発生。イスラエルは避難された。イスラエル軍は2000年に南部から撤収するが空白地帯に素早くヒズボラが展開し、イスラエルに対する攻撃を行っている。1992年10月末、ヘラウィ大統領が ラフィーク・ハリーリーへの組閣を要請した。その後、反シリア派のハリーリーが首相として、レバノン経済を立て直した。経済復興の努力が始まり、国家緊急再建計画として、主要インフラ整備の総費用30億ドルを取りまとめた。この計画は、ホワイトゾーン2000と呼ばれ、1995年から2007年までの長期計画に引き継がれた。他方、イスラエルは、 南レバノンを占領を続け、ヒズボラへの報復攻撃として、首都空爆を繰り返し、経済復興の兆しを破壊した。一方、国内での不安も高まり、福祉関連に対する社会的不安や一部の政治家や実業家が不当な利益を得ているのでないかとの疑惑も広がった。国の借金も、ハリー・リーが首相を退陣した2000年秋には、 GDP の140%にも達していた。2003年9月2日、国連安保理の公式会合において、米、仏、A、独の提案によるレバノンの領土保全、主権、政治的独立などに関する安保理決議1559号が採択された。ハリーリーが2005年2月14日に爆弾テロにより暗殺されると正常は悪化。 政府と国民との圧力も拡大し、次の革命と呼ばれる抗議運動が始まった。その要因となったシリア軍のレバノン駐留に対し、国際世論も同調し、シリア軍撤退に向けての動きも強まり、シリア軍は同年4月に撤退を余儀なくされた。結果、同年5月から6月に行われたレバノン総選挙では、シリアの威嚇も意に返さず、ハリーリーの名優であり、 その後継となったフワードシニョラを旗頭とする反シリア派が勝利した。しかし、この新たな反シリア内閣も南部を中心に公然たる軍事力を行使する親シリア派を無視できず、結果としてヒズボラ等から6人の親シリア派閣僚を受け入れざるを得なかった。イスラエル軍による空爆2006年7月にヒズボラがイスラエル軍の兵士2名を拉致。 イスラエル軍は報復として7月12日に南部の発電所などを空爆した。続いて空爆は全土に拡大されてラフィク・ハリリ国際空港などの公共施設が被災、ベイルートは海上封鎖された。7月22日には地上軍が進攻し南部の2村が占領された。しかしレバノン軍は基本的に中立を保った。7月27日 国連レバノン暫定軍の施設が空爆され、国連職員4人が死亡した。7月30日には、カナが空爆され、54人が死亡した。直後に、イスラエル軍がレバノン南部での空爆を48時間停止することに同意。8月2日、空爆再開。8月7日、レバノン政府がイスラエル軍の攻撃による死者が1000人に達したと発表。 8月13日にイスラエル・レバノン両政府が国連アンポリの停戦決議受け入れを表明。8月14日停戦が発効し、10月1日にイスラエル軍は撤収した。この一連の戦闘に伴い、レバノン国内でのヒズボラの政治的及び軍事的影響力は以前にも増して高まり、同2006年11月21日、ファランヘ島創設者の一族で、 反シリアグループの領収の一人であるピエール・アミーン、ジュマイエル産業省が暗殺されるなど、シリア情報部、またはヒズボラなどの代理機関によるものとみられる、反シリア派へのテロが増大した。さらにファリーリー暗殺の真相を解明するため、反シリア派が国際法廷を設置して、親シリア派を裁く動きを進めていたことが、両者間の対立に拍車をかけ、 暗殺直前の12日には親シリア派閣僚が辞表提出し、レバノン国内の分断は避けられない情勢となった。こうした中、2007年11月にラフード大統領が任期満了で退任を迎えたが、親、反シリア両派の対立により大統領選出が行われなかった。対立構造の悪化は散発的な親シリア派によるテロによって加速され、 シニオラ政権がヒズボラの有する軍事通信網の解体を宣言したことが親シリア派の決起を招き、2008年5月7日から両派間による大規模な武力衝突が継続している。2008年8月13日にミシェル・スライマン大統領とシリアのバッシャール、アル・アサド大統領が会談し、国交正常化に合意した。 レバノン政府は2006年のイスラエル侵攻時の被害の修復を進めるとともに、地中海での天然ガス電探査計画を外国企業と進めるほか、観光移設の充実を図るなど、経済的回復を進めている。2019年 EN2019 レバニーズプロテスツが起きた。2020年3月7日、レバノン政府は2日後の3月9日に、 召喚期限を迎える外貨建て国債の支払い延期を発表。内戦時にさえ起こらなかったデフォルト状態となった。原因は GDP の170%近くに膨らんだ債務による財政危機、それを背景とした外貨準備高の急減など、これを受けてレバノンポンドは暴落。タイドル公式レートでは1ドルに対して1507レバノンポンドに設定されているものの、 6から7月頃には、闇レートで1ドルが8000レバノンポンド町に急落し、食料を品などの多くを輸入に頼るレバノン経済には大きな負担となった。同年6月30日には、レバノン軍が兵士に提供する食事から肉が抜かれることが発表された。2020年8月4日に、レバノンの首都ベールートの湾岸地帯で大規模な爆発が2回発生。 207人が死亡し、6500人以上が負傷した。衝撃は280キロ離れた地中海のキプロス島にも伝わった。図算に貯蔵されていた硝酸アンモニウムが原因だった。悲しみと怒りを招いた、この大惨事による被害総額は数十億ドル規模に上ると見られている。同月6日には爆発を契機とする大規模な反政府のデモが発生。 参加者らと治安部隊が衝突した。デモ隊は外務省、環境省、経済省を選挙し、銀行協会のビルに放火した。ディアブ首相はデモ発生から数時間後、選挙の前倒しを表明した。2020年8月6日に、仏大統領が大規模爆発で壊滅的な被害を受けたレバノンの首都ベイルートを視察した。支援を約束するとと,ともに、 レバノンの政治や社会の改革を要請した。公安地区の管理のずさんな倉庫の中に何年も放置されていた大量の硝酸アンモニウムが引き起こしたとされるこの大爆発を多くのレバノン人は国家体制の中核における深い腐敗の証拠とみなし、国民は怒り浸透に発している。マクロンが大きな被害を受けた薬局を視察した際には、 外に集まった市民が怒りを爆発させ、自国の政治からをテロリストと非難。改革や国民は政権の終わりを望んでいるといった声が響いた。2020年8月10日にディアブ首相が内閣の総辞職を発表した。議会大統領を原主とする共和制国家であり、国会は大統領の選出、政府の承認、法案、予算の承認を行う。 任期は4年。現行の憲法により、宗派ごとに政治権力を分散する体制が取られており、大統領はキリスト教マロン派、首相はイスラム教スンナ派、国会議長はイスラム教シーア派から選出されるのが慣例となっている。国会議員数も各宗派の人口に応じて定められており、マロン派は34人、スンナ派とシーア派は、 それぞれ27人などである。この大統領、首相、国会議長のトロイカ体制は内戦を終わらせた1990年のターイフ合意で規定されたが、今度は、宗派間の参色をめぐる構想を宗派に無関係な、あるいは宗派及び地域内での駆け引きに発展させることとなった。しかしながら、これら政府要職や公式機関は、名目的権力装置に過ぎず、 実質的な内政、外交は、財務と呼ばれる有力者間の連携、対立、シリア系の組織、機関の影響力が大きいとされる。総選挙は、大選挙区間全連規制をとり、有権者は、自らが属する州派以外の立候補者を含む、複数の候補者を選出する。選挙の段階は、選挙区改変、候補者リスト作成の2段階を経る。前者に関しては、 候補者は選挙法の規定を無視する形で選挙のたびに選挙区の改変を試みてきた。自らの地盤地域と選挙区を可能な限り一致させるためである。候補者の段階では同選挙区内の他の州派に属する候補者と共同のリストを作成し支持票を共有する。当選を確実にするには同一選挙区内の他の宗派の有権者に対しても 投票を促す必要があるからである。1996年6月の選挙法改正で128の議席がベールート地区19、ベッカー地区23、南部地区23、北地区28、山岳レバノン地区35に配分されることになった。1996年8月半ば、山岳レバノンでの第一回目の選挙では、 ハリーリ支持派が35議席中32を獲得した。8月末北部での2回目選挙では、野党が勝利した。9月初めのベルートでの3回目の選挙では、ハリーリ派は19議席中14を獲得した。9月上旬の南部にでの4回目の選挙では、アマルヒズボラ連合と、その支持勢力が23議席すべてを獲得した。月半ばのベッカー地区での回目の選挙では、 アマルヒズボラ連合が23議席中22議席を獲得した。以上5回の選挙での投票率は平均で45%に達し、1992年選挙の投票率32%と比べ大きく前進した。1998年5月と6月に地方選挙が行われた。1回目の選挙はサンガクレバノン地区で行われ、ベールート南郊外地区で。 ヒズボラが勝利した。2回目の選挙は北レバノン地区で行われ、トリポリではイスラム教と23名に対しキリスト教と1名が選ばれた。3回目の選挙はベイルート地区で行われ、ハリーリ・ベッリ連合が大勝利した。4回目の選挙はベッカー地区で行われ、ヒズボラが親シリア派に敗れた。投票率はベイルート以外では、 平均70%であった。ベイルートではシーア派教徒の間で銃撃戦があった。しかし、レバノン全体では平穏に選挙が行われ、戦後のレバノンは正常化に向かい、民主主義が浸透しているものと評価された。2000年8月末山岳レバノンと北レバノンの両地区で、また9月初めベイルート、ベッカー高原、ナバティエ、 南レバノンの4地区で2回に分けて行われた。1回目の選挙で、ハリー・リゼン首相の優勢が明らかになり、ラフード大統領とホッス、現首相の劣勢が判明した。ハリー・リとの同盟関係に立つワリード・ジュンブラートも山岳レバノンで圧勝した。また、アミーン・ジェマイエル元大統領の息子のピエール、ジェマイエルがメテン地区で当選した。2回目の選挙では、 ベールート地区でホッス、現首相が落選した。19議席のうち18をハリーリ派が抑え、ハリーリは合計で23議席を獲得した。残り1議席はヒズボラ派が抑えた。ハリーリと同盟関係にあるジュンブラート派は16議席を獲得し、合計39議席をハリーリと、その支持派が獲得した。南レバノン地区では、 ヒズボラとアマル連合が23議席を獲得、ベッカー地区ではヒズボラが圧勝した。ラフード大統領は選挙結果が確定して、しばらく経ってもハリーリの主犯指名が発表されなかった。10月23日になって、やっとラフード大統領はハリーリを新首相に任命した。10月末、ハリーリは30名からなる内閣の成立を発表した。 ハリーリー元首相暗殺事件まで2004年のラフフード大統領任期延長以後2005年のラフィーク・アル・ハリー元首相暗殺事件まではルブリストル会合アイアイコールティーナ国民会合派ベルート決定ブロック自由国民潮流の三潮流が親シリア派のエミールラフフード大統領の任期延長問題を中心に対立したなど、京急政党 ブロックなど、K15 政党、ブロックハリーリー元首相暗殺事件後2005年のハリーリー元首相暗殺事件を受けて、ルブリストル会合派は、同事件にシリア政府が関わっていると主張。2005年2月、ベイルートで数十万人規模の G 行動を起こした。後にこのデモは、独立インティファーダと呼ばれるようになる。内閣総辞職など劣勢を強いられた。 アイアイコールティーナ国民会合派は2005年3月8日に巻き返しを図るべくヒズボラの指導の下、数十万人規模のデモを同じくベイルート市内で行った。さらにこれを受けたルブリストル会合派は2005年3月14日に100万人以上の民衆を動員してハリーリー元首相の追悼集会を開いた。こうした背景やベイルート決定ブロックと自由国民潮流が ルブリストル会合派に交流したことにより、対立軸は、親シリアと、反シリアに移った。上野旧政党、ブロックムスタクバル潮流、自由国民潮流シリア軍撤退後2005年4月、米国の主導するシリアバッシングやレバノンでの反シリア機運の高まりを受けて、シリア軍がレバノンから完全撤退した。シリア軍完全撤退直後に行われた第17期、 国民議会選挙では、ムスタクバル潮流が3月14日勢力を主導してきた、進歩社会主義党3月8日勢力の中心であるアマル運動、ヒズボラと4社同盟を結び、全国で選挙協力を行った。一方、これに対抗し、自由国民潮流は変化改革リストを作成した。つまり、親、シリア、反シリアを超えた。 談合政治が行われたのである。結局、四者同盟対、変化改革リストの与野党と、3月8日、勢力対、3月14日勢力の二つの対立軸が交錯することとなった。などなど2006年2月シリア軍の完全撤退により、実質的権力装置であったシリア軍、シリア継承機関を失ったレバノン内政は、2005年12月から2度に、 渡りまひに陥った。一度目は2005年12月のジュブラン・トゥ・アイニー議員暗殺事件を契機に3月8日勢力の閣僚が、二度目は3月14日勢力の閣僚,閣僚が閣議をボイコットした。このような中、2006年2月3月8日勢力の中心であるヒズボラと変化改革ブロックの自由国民潮流が共同文書を発表し歩み寄った。 その結果、変化改革ブロックは3月8日勢力に合流し、自由国民潮流も親シリア派勢力に転じた。など、K12 政党、ブロックなど、K12 政党、ブロック以上の分析は、青山博之、松、金光太著、現代シリアレバノンの政治構造によった。 2009年8月から2009年6月の国民議会選挙後に生じた3月14日勢力と3月8日勢力の国民議会議長選出に関する対立は両陣営が参加する挙国一内閣の組閣人事にも影響を与えた。両陣営の閣僚配分をめぐる対立は7月下旬には一応の収束を見たが、 直後の8月1日に進歩社会主義党のワリード・ジュンブラート党首が3月14日勢力からの離反を突如として宣言した。また、8月中旬には、デワノンカタイ部党も3月14日勢力への参加を凍結した。多極対立の発生により、デワノン政治はさらなる麻痺状態に陥った。などなど、デワノン国軍以外の準軍事組織としては、 内務省所属の治安部隊、税関が存在する。民兵組織としてはシリア派のヒズボラが存在する。それ以外のほとんどの民兵組織は内戦集結時にシリア軍及び国軍によって武装解除させられた。南レーバノン軍は政府の武装解除要求を拒否し、内戦集結後も南部の占友を続けていたが、ヒズボラとの闘争に敗れ、 イスラエルの支援も途絶えたため2000年に壊滅した。ただし民兵の武装解除は主力装備のみに止まったと言われており、現在でも多くは自動小銃など計画機を保有しており、訓練や動員も行われている。また内戦の影響から多くの市民は小銃や拳銃を所持している。中流外国兵力としては南部に国連レバノン暫定駐留軍が駐留している。 また、イランのイスラム革命防衛隊が、ヒズボラの支援のために駐留している。内戦以降、長く、シリア軍も駐留していたが、2005年に撤退している。レバノンの地図。レバノンは9つの県に分かれる。アッカール県、バールイコールヘルメル県、ベールート県、ベッカー県、ケーセルワンイコールジュベール県産学レバノン県、ナバティエ県北レバノン県、南レバノン県、地形図西に、 地中海、南はイスラエルと接し、その他はシリアに囲まれている。その形状は南北2 1 7トル、東西の幅32から5 6トルという体状を成している。面積は約1400平方キロメートルで、日本で言えば岐阜県の面積とほぼ同じである。イスラエルとはメートル、シリアとはロメートルにわたって、 国境を接している。西部にはレバノン山脈が、東部のシリア国境周辺にはアンチレバノン山脈が走り、その間にベッカー高原が存在する。国内最大の河川はリタニ川である。欠片の気候区分によれば、ほぼ全土が地中海性気候である。レバノンの首都米ルート。IMF の推計によると、 レバノンの2013年の GDP は450億ドルである。一人当たりの GDP は1万7 7ドルであり、世界平均とほぼ同水準である。主な産業はオレンジやブドウの農業、また観光業や中継貿易である。19世紀以降、産業として交流したのが洋産業、すなわちキート生産である。レバノンはまず農業国として成立したが、 世界大戦後は第三次産業が活況を呈した。戦後のレバノン政府は他国と異なる経済政策、すなわち保護貿易ではなく自由経済体制をとった。このため石油取引に由来する膨大な資金が流入し、中東地域における金融セクターとしての地位を確立した。航空路のハブとなったことから観光業も発達した。このためベイルートは 中東のパリとも呼ばれた。しかし、1975年から続いた内戦によって、国内の産業、経済は壊滅し、人材や、駐在企業の多くが他国に退避したため、その地位は失われた。現在レバノン政府は、内戦やイスラエル侵攻時の被害の修復を進めると、ともに地中海での天然ガス電探査計画を外国企業と進めるほか、 観光施設の充実を図るなど、経済復興を進めている。また、レバノン人は投資家、商人として、南アメリカや独立感もないアフリカ諸国に移住し、現地で財を成しており、これら、在外レバノン人からの送金も、国家財政を大きく支えている。複雑な州派対立を繰り返してきた歴史から、レバノンは1932年以来総人口の統計を除いた、 国勢調査を行っておらず、現在に至るまでその時のデータをもとにして、政治権力の分配が行われている。国勢調査の対抗では、1924年8月の時点で大レバノンに域内に居住していた住民に加え、国外へ移民した人々もレバノン国民とされた。実際の調査が、どのように行われたかは不明だが、政治学者のラニア・マクタビは、すでに、 レバノンを去ったキリスト教徒移住者を加えることで、ムスリムとの人口比率を操作したとものと推測している。公用語はアラビア語で、話し言葉はレバノン方言である。人口の約95%がアラブ人でアラビア語を話す。フランス統治時代に広まったフランス語は、教育やメディア、ビジネス等で日常的に使用され、純公用語的な地位を占めており、 フランス語圏に分類される。他にアルメニア語、ギリシャ語、クルド語、アラム語なども話されている。また、英語を流暢に話す国民も多い。はるか昔から多くのレバノン人が紛争などの理由でアメリカ大陸、ヨーロッパ、アフリカなど世界中に離散しており、各地で影響を与えている。特にブラジルにはレバノンの総人口より、 多くのレバノン系ブラジル人が住んでいる。国民の54%がイスラム教、40.4%がキリスト教、5.6%がドゥルーズ派他宗教。キリスト教の内訳はマロン派が多数派だが、正教会、プロテスタント、ローマカトリックなども存在する。正教会信徒はパレスチナやシリアなど他のアラブ諸国にも多数存在していたことから、 内戦時には、左派としてマロン派と対峙した。アルメニア人は少数派としては、比較的大きなコミュニティを形成し、アルメニアカトリック、アルメニア首都教会、アルメニア福音教会を要し、婚姻などで改修したごく少数の例を除き、キリスト教徒である。政治的にはほぼ他のキリスト教政党と同調している。また、イスラム教にはスンナ派、シーア派の他ドゥルーズ派。 アラウィー派などが存在する。後者2派がイスラム教の枠に入るかどうかは、競技的には議論が分かれ、異端とみなす向きも多いが、レバノンの政治上はイスラム枠に分類されている。アラウィー派は独立時にはレバノンの政治構成要素ではなかったため、ほとんどのレバノン人は同派に対して、身内、同胞という意識を有していない。同派はシリアの地中海沿岸部。 つまりレバノンの北部国境を越えた山岳、丘陵地帯に主に居住しており、フランスから独立した後のシリアにおいて権力を掌握した集団である。シリアがレバノンの政治に介入し始めた1970年代から北部の町トリポリ郊外を中心に集団移住をしてきたが、それでも国会の議席を新規に割り当てられることはなかった。 シリア主導のレバノン平定を取り決めた1989年のターイフ合意とその流れを組む憲法改正、選挙法改正を経て、ようやくに議席が当てがわれた。他、少数であるが、ユダヤ教徒の議席も設けられている。2003年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は87.4%である。 主な高等教育機関としては、ベイルートアメリカン大学、レバノン大学などが挙げられる。ベイルートのような国際都市では、宗教、宗派別の学校群が存在し、これに加えて、外国人向けの学校も出現となる。アメリカンスクール、ブリティッシュスクール、フランス系、ミッションスクール、イタリアンスクール、ジャーマンスクール、トルコ系スクール等々で、これらの学校では、 自国の指定だけでなく、門戸を広く開放している。国民ではないが、隣国シリアでの内戦から逃れてきた、総勢100万人とも言われる難民の一部が、レバノンに大量に流入している。これらの難民の流入によって、レバノンの人口は10%も増加した。レバノン杉の木。レバノンは、中東音楽の伝統を守りつつ、フランスとのつながりから、 西欧の音楽の影響も受けた独自の音楽シーンを形成している。中東の歌姫として名高いファイルーズをはじめ、作曲家にして、ウードの演奏家であるレバノン人でありながら、パレスチナを主題とした音楽を多く発表し、パレスチナ人の中のパレスチナ人と言われ、ユネスコのアーティスト・フォー・ピースを受賞したマルセル・ハリーファなどが有名である。 その他の結出したアーティストとしては、ジュリア・ブトロス、マジダ・エル・ルミ、サバー、ワディー、エル・サフィー、修道女であり、歌手であるマリー・ケールーズ、ナンシー・アズラムなどの名が挙げれる。他のアーティストが西洋の音楽との融合を図る中、ナジワ・カラームやシエル・ヘラーニのようなレバノンのアーティストは、ジョベリーとして知られるような伝統的な形式の音楽に忠誠を尽くしている。近年では、 欧米のプログレッシブロックの影響を受けたギタリスト、アマデウス・アワードの作品が国外でも発売されている。20世紀に入るまでに、ベイルートは多くの新聞、雑誌、文学社会などにより、近代アラブ思想の中心としての地位を回路と争っていた。文学においては、ブシャリーに生まれたハリー・ルジ・ブラーンは特に予言者で知られ、この本は20以上の言語に翻訳された。 さらにその他の国際的な成功を達成したレバノンの作家としてはエリアス・フーリー、アミン・マールーフ、ハナー・アル・シェイクなどの名が挙げられる。美術においてはムスタファ・ファルークが20世紀レバノンの最も結出した画家の一人である。ローマとパリで学び、芸術家としての生涯を通してパリやニューヨークやベイルートで古典を開いた。彼の作品はレバノンにおける真の生活。 国の姿、人々、習慣を表現しているたことにより喝采を浴びた。ファルークはレバノンが政治的独立を主張していた時に国民主義的なレバノン人画家だとみなされた。彼の芸術はレバノンの人々の気質と個性を捉え、彼は同世代の中で突出した画家だとみなされた。彼は五冊本を書き、ベールートアメリカン大学で芸術を教えた。 地中海世界の食文化の一つであるレバノン料理は、野菜やハーブ、オリーブ油を多用した料理が多いことに特色がある。世界的に有名なフンムスや、ファラー、フェル、ケバーブ料理はレバノンでも人気が高い。レバノンワインも古代オリエントが、ワイン発祥の地と言われるだけあって、多数のワイナリーを抱え、世界的にも評価が高い。レバノン国内には、 ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が5件存在する。詳細はレバノンの世界遺産を参照。1977年1月1日の閣議で、それまでは1年に25日もあった国民の祝祭日を一挙に14日まで減らして、国民の勤労意欲をかきたてることを決定した。政府日本国政府その他、ありがとうございます。